音楽家で俳優の星野源が24日深夜放送の日本放送星野源のオールナイトニッポン毎週火曜深1時に出演。記念すべき400回目の放送を祝福すべく2時台のコーナーで偽名のオールナイトニッポンでは偽名もとある星野リゾートから届けた。偽は星野くん400回本当におめでとうだよね。2014年の武道館公演からの付き合いなんだよね。偽も本当にたくさん番組にも出させていただいて、この度偽名のオールナイトニッポンスペシャルバージョン久々に煩悩なんで、やっぱり星野リゾートの方が不思議な目で見ている。これはもう諦めてほしい。星野リゾートに偽が響き渡っている。あのね、今日はね、偽へのメッセージ、いつものように人生相談をやっていこうと思うよとトークを繰り広げた。